北陣記念館は、北海道旭川市にある資料館。トンデン兵や旧陸軍第7師団についての資料を展示している。入館料は無料。トンデン兵や旧陸軍第7師団の歴史、陸自第2師団の活動などに関する約2500点の資料を展示している、陸上自衛隊の広報施設である。 陸上自衛隊旭川駐屯地に隣接しており、この種の施設としては、埼玉県浅香市の陸上自衛隊広報センターに、次ぐ展示希望を誇る。管理、運営は、旭川駐屯地業務隊が行っており、現在の館長は、森山栄介一等陸尉である。第7師団が登場する漫画、ゴールデンカムイが2014年から雑誌に連載され、アニメでも放送されたことから、 聖地として注目されている。展示物の中には、ゴールデンカムイの作者、野田悟が作画の参考にしたとされる第七師団の、軍服や、主人公の元陸軍兵、杉本助一が使用している銃剣などがある。また、コスプレコーナーには、軍服や不評銃のレプリカが用意され、登場人物の等身大パネルと一緒に、写真撮影を楽しむこともできる。 コスプレコーナーコスプレコーナーで貸し出しされている38式不評九1962年日露戦争でコサック機兵が使用していた軍刀の寄贈を受けた第二師団長の和田守也氏が今のうちに北方防衛の資料を集めなければ散逸してしまうと記念館の設立を提案した1963年8月司令部庁舎3回行動に記念館を開設した 1964年10月、円軽駐屯地にあった、昭和初期に建てられた、農林省の旧社を陸上自衛隊、旭川駐屯地内に移築し、旭川市に司令部があった、旧陸軍第7師団に関する資料や、北海道開拓時代から第2次、世界大戦時代までの資料、陸上自衛隊発足後の装備書き類などを展示した。1990年、 建物の一部増改築を実施した。2007年、建物が老朽化したため、駐屯地の敷地の国道4 5号沿いの旧、外来宿舎跡地に新記念館を新築した。資料の総展示数は、約2500点。1階には記念館の設立主意書、旧陸軍第7師団の歴史に関連したパネル展示、及び陸自第2師団のブース。2階には、 長山武四郎や北海道開拓、トンデン兵に関連した資料が展示されている。館内には他に、図書コーナー、多目的室、売店などがある。売店、北鎮メモリアルショップは、NPO 団体、北鎮友の会により運営されており、北鎮カレーや自衛隊グッズなどを販売している。北鎮カレー2008年2月。 新記念館公開以来の来館者数が3万人を突破した。これ以降の年間来館者数は2万数千人で推移している。2011年1月、同来館者数が10万人を突破した。2017年3月、同来館者数が20万人を突破した。北新記念館の建物は、鉄筋コンクリート作り2階建てであり、その総面積は、 1> 約1270平方メートルである。北海道新聞によれば、総工費は、およそ4億円である。2004年、防衛庁が2005年度予算に建設事業費を、概算要求した。2005年2月4日、旭川商工会議所の高丸治む会頭が、河野義久第大師団長に、北新記念館の移転、新築に関する、答申書を提出した。 2005年、建築工事を開始した。2005年6月、陸上自衛隊の依頼を受け、朝日川商工会議所が市内の経済人や、デザイナーら10人で構成される、展示委員会を発足し、展示の検討を開始した。2007年5月20日、日様昭夫防衛大臣が出席して、除幕式が行われた。2007年6月10日、 一般公開を開始した。2013年2月1日、市民団体、朝日川の歴史的建物の保存を考える会から、2013年の建築賞に選ばれた。歴史的建造物の遺象を伝承している、建築物を表彰する特別賞としての受賞であり、明治30年代に建てられた、旧陸軍のレンガ作り兵器庫のデザインを取り入れた、点が評価されたものである。 ABCD、A, B, C, D, 北賃記念館。2018年1月27日閲覧。ABCD、北海道新聞2011年5月15日付長官。司法版。北海道新聞2007年6月12日付長官。全道版 AB、新館長挨拶。2019年1月21日閲覧。 2019年の大型連休中の来館者は1631人と昨年の2倍以上となった。北海道新聞2019年6月2日付長官、地方版北海道観光振興機構が主催するスタンプラリー及びスタンプラリー2のチェックインスポットにもなっている。北海道はゴールデンカムイを応援しています。2019年6月12日閲覧。 漫画に登場する銃やスキーの実物、登場する人気キャラクターのモデルになったと感じられる資料が見学できる。北海道経済2019年7月号、旧陸軍資料館が脚光。東欧日報。旭川の旧陸軍資料館人気。中国新聞。旭川、旧陸軍資料館に脚光。徳島新聞。ゴールデンカムイ聖地巡礼。 室蘭日報。ABCD、北陳記念館設立。2018年1月27日閲覧。AB、北海道新聞2004年9月29日付長官。地方版展示されずに倉庫に眠っている品も多く、その大半が展示品としてでなく、旧軍人の遺族や関係者からの上等品が多数である。主に軍刀や日本刀。 重機類で自宅での保管に限界があり、公安委員会より処分すべしとされたが、遺品であるので残しておきたいとの希望で譲渡を受け管理している。家族からの要望があれば、別室等で譲渡した遺品を確認閲覧することも可能。北海道新聞2013年12月10日付長官、地方版。北海道新聞2003年10月29日付長官、地方版。 北海道新聞2013年1月21日付長官、地方版。北海道新聞2016年2月25日付長官、地方版。北海道新聞2015年11月27日付長官、地方版。NPO 法人ポータルサイト北陳ともの会。2018年1月27日閲覧。 サフラン劇からグルメ、北の守りのカレーは激うまだった。北チンカレー、2018年1月27日閲覧。コップのフチコのご当地フチコシリーズ、女性自衛官のフチコも販売されている。AB、交通案内、2018年1月27日閲覧。北海道新聞2008年2月20日付長官、地方版。 北海道新聞2011年1月15日付長官、地方版 a エビ、北海道新聞2007年5月21日付長官、全同版 a エビ、北海道新聞2005年2月5日付長官、地方版、北海道新聞2005年8月15日付長官、地方版、北海道新聞2007年6月12日付長官、全同版、 北海道新聞2013年2月2日付長官、司法版、ヒューマン平塚清隆さん。2018年2月4日閲覧。不在官は、司令職務室長三島陸佐、立花木浩二が代理、官庁紹介。2018年1月27日閲覧。ありがとうございます。